エリさん、舐めてないですよ。脇谷ずみです。怖いです。鈴木エリでーす。怖いでーす。あのね、先週の放送でエリさんが、ちょっと、アジュリ、私のこと、舐めやがって、みたいな言ってたんで。いや、そんな柄悪くないですって。ちょっとね、ちょっとね、社長と、はい、舐めてるよね、っていう話を。愛です。愛？愛、愛。その、距離が近くなったからこそのそうですそうです親しみを込めての態度ちょっと舐めみたいな舐めてんじゃん舐めてはないです本当に舐めてんじゃんよ愛愛です愛だと思ってくださいなんだよ愛の舐めって聞いたことないよそういうのもあるんですよ怖いよ笑顔で言うの、本日はなりきりレポーターをお送りしますあー来た来た先週なかったですからね、はい、では早速行きましょう、はい、せーのアゼリアルー始まりました第214回です、はい、今回は R 頭文字を持つなりきりレポーターをお送りしますお送りします一人が架空の人物になりきりもう一人がその人物にレポート、うん、架空の人物を担当する人はより魅力的な人物を演じきり、うん、レポーターはより魅力的なコメントを引き出しますはい。それでは早速やってみましょう。やるよ。私前回社長とエリさんでやってくれんのかな。いや思ってたんですけど、もしやってほしいって言ったら社長さんやるんですか。やりました。やったー。あーお願いすればよかった。確かに見てみたかったな。見てみたかった。改めて二人でやっていきますか。はい、頑張りますか。どうしますね。あ、やるでしょ。じゃあエリさんから。もう高圧的なんですけど。エリさんからですか。後輩がいいんですか。やります。じゃあやります。やります。やった。じゃあ、はい、いいですか。いきますよ。やりましょう。レポーターの脇谷ずみです。今回はこんな人にお話を聞いていきたいと思います。ほー、美味しいなー。喉が渇いた。あー、美味しいな。喉が渇いた。喉が渇いた。今、なんか飲んだんですか？これは、黄色いのを見てわからないかい？黄色いの？黄色い。キャップが赤いだろ黄色いキャップが赤いちょっと黄色いどういう意味か私には体が黄色くてキャップが赤いだろ体が黄色くてキャップが赤い飲み物なんでわかんないんだいちょっと待ってなんでわかんないんだい蜂蜜違うよ生姜違うよ君わざとやってんのかい本当にわからないこれは君も飲んでみればいい合うものといったらキュウリだったり、唐揚げだったりも合うねコーラえわざと言ってるえ待って待ってもう一回説明お願いしますえ普通にって何普通にこれじゃあ飲むよ、はい、飲むよはいあうまいビールビールね、まあビールとしても使えるね確かにビールとしても使えるうんアルコールいやアルコールとしても私は飲んでいるじゃあちょっと何か教えてくださいゆで卵にも使うゆで卵にも使ういいだろう塩ぬぅマヨネーズぬぅーピンポンやったーピンポン黄色くてキャップ赤いわもうやめられないんだこれがマヨラーですかそうなんだもう朝昼晩これ一本やべえやつだあー美味しいよそれ喉渇いた時に飲んでるんですかちょうどね油が喉を潤すからねうわーきちいいんだよ洗顔もマヨネーズやるやつだからそんなテッカテカなんですねそうでしょもしかしてシャンプーもシャンプーもそ う油分を足してるからねきついですねでしょいやでもこれがねはいはいいいんだよ美容とか美容にもいいし、うん、やっぱね、うん、太ってきちゃっていやそりゃねそうですよね、うん、マヨネーズってあんまり取りすぎも良くないって聞きますよもうそうなんだよパンパンになってしまってね、うん、よく分離してもうすごい高速で振って分離して油を抜いて食べたりもしてるんだあそういう方法もあるんだ、うん、油抜けるんだ、うん、でも
も 50% とかあるじゃないですか。あーあるね。ああいうのはちょっと違うんですか。いいでしょう。 あれもいいな。そうだね、そういう作戦があったね。でも一番おすすめのマヨネーズの食べ方ってあるんですか。一番おすすめは、うん、そうだね、あのベランダにこうチューブでこうピーって一本にして、うわ、火を当てるんだ。うわ、そうすると喜んでるんだよね、マヨネーズが。うわ、そう、こう光合成というか、はいはい、生きてるんだ。喜んで、ちょっと硬くなってくるんだよね。逆に硬くなるんだ、うん、ドロドロになりそうだなと思ってたんですけど。あー、そういうパターンもある。あれ、そういうマヨネーズによって違うんですか。日によって違う、もう日によって違うんで、今日はもう今日は固まったなっつって、はいはいはい、食べたりもするんだ。お菓子感覚みたいな感じなんですか。もう、キモいって言わないでほしいな。キモいって言わないでほしいな。あ、傷ついちゃいます。だって、はい、私がマヨネーズなんだから。そう、あなたがマヨネーズ。そう、見てわかるだろ、このフォルム。あなたマヨネーズだったんですか。そう、そうなんだ。そんなにテッカテカで。そうなんだ。だからただ元に戻ってるだけなんだ。そうなの、うん、私マヨネーズ大好きです。ありがとう。どちらかといえばマヨラーです、私も。あ、嬉しい。代表にかけたい。これからもよろしく。そんな顔で言われても。これからも、はい、よろしく。よろしくお願いします。これからも私も。ありがとうね。ご飯にマヨネーズかけて。ほんと？はい。おー、食べたいと思います。ありがとう。どういたしまして。太らないようにだけ。太らない、そうですよね。お互い気をつけていこう。はい、50% のやつに。ありがとう。して食べていきたいと思います。だと、ケチャップ。あれ、ケチャップも好きなんだけどな。ケチャップ、ゲロー。あー、だと、ケチャップ。ケチャップ。はい、ということで、今回はマヨネーズさんにお話を聞いてきました。ありがとう。ありがとうございました。はい。本当にマヨネーズ本体ですか。マヨネーズ本体でした。Mヤンさんからいただきました、はい、健康を気にしているマヨラマヨラ、マヨラ。全然健康気にしてなかったですよ。気にしてなかったか。気にしてなかったよ。だってもうベランダです。一応分離してるっていう。あ、そっかそっかそっか、うん、確かに油もね、そう、とろっとしてましたもんね。マヨラであるマヨネーズでした。あー、マヨネーズになっちゃった、マヨラから。ありがとうございます、Mヤンさん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて元気になった、じゃあアジュジュに。なんかね、ハードルをちょっと上げてみた。はい。じゃあ、いきますか。はい。はーい。レポーターの鈴木えりでーす。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。はなちゃん、かわいい。は、こんにちは。こんにちは。はなちゃん、かわいい。かわいい？かわいい。はなちゃんかわいい。はなちゃんかわいい。はなちゃんって言うんですか？はなちゃん。あ、はなちゃんって言うんですね。はなちゃんかわいい。かわいいって言ってます？かわいい。あ、はなちゃんかわいい。オウムのはなちゃん。あ、かわいい。オウムさんだ。こんにちは。こんにちは。世界は広い。世界は丸い。果てしない。はなちゃんはちっぽけな生き物。うん。かわいい。どうもありがとうございました。お姉さんも小さい。はい。生き物。生き物ですね。生命。うん。大事。なんだか広いこと。はなちゃんと、うん、同じ命。生命。大切。怖いよ。はなちゃん学んだ。え？学んだの？学んだ。はなちゃんは誰に教わったの？ママ。ママ？ママ。ママは、てかめちゃめちゃ会話してるけど、頭いいですね。頭いいですね。学問は学ぶべき。はなちゃん。人じゃん。学んだ。あれ？人じゃなくて。世界果てしない。
命たくさんある。会は一方通行なんですけど。花ちゃんもそのうちの一つ。そうかそうか。お姉さんの命大切。あーそうだね。すごい大切なことを知っているね。お姉さんを愛してくれる人はいるのか。え？何を言ってるのかな。お姉さんは人に愛されてるのか。ちょっと話変えようか。お姉さんは好きな人はいるのか。はなちゃん、お姉さんは誰かが好きなのか。はなちゃん誰に教わったのかな。ママは鳥さんですか。人間のママさんに教わったんだ。世界は丸い。ああ、世界はつながっている。賢いようで。花ちゃん羽ばたきたい。羽ばたきたい。世界に行きたい。もっと広い空を見たい。花ちゃん旅立った方がいいよ。もう花ちゃんは世界を知りたい。世界を知りたいの。知り尽くしたい。知り尽くしたいの。分かった。いいところから悪いところまで見たい。花ちゃん確保。ガチッガチッ。よし、これを人間恐ろしい研究所に持ってくぞ。人間めちゃくちゃ話す鳥として。人間は利用する。生き物を利用する。花ちゃんどっちか選べ。このまま研究所に送られるか、それとも野に放たれて地球を知るか、どっちだ。どっちがいい。人間の役に立ちたい。花ちゃん。それが世界、人間、生き物、花ちゃんの生きる定め。花ちゃん悟っている。お姉さんについてく。なんかかわいそうになってきたよ。やっぱりいいよ。やっぱ自由解放。君はもう自由に生きた方がいい。やっぱり花ちゃんは世界を知る。よかった。うん、花ちゃんもどっか行きなさい。もう花ちゃんかわいい。よかったね。さようなら。バイバイ。花ちゃんバイバイバイバーイ。行ってしまいました。はい。こちらはドギーさんからいただきました。なんなの。世界のすべてを知ったオウム。あーあ、悟りきってた。悟ってましたね。悟りきってた。ママに何を教わったんでしょうか。もうどうしたらいいか。親に返した方が良かったのか。怖いなー。生き物に優しくしていこう。いやでもちょっと悪いことできなかったな。できないですね。うん、純粋な目で見られてしまった、ね、花ちゃん。はい、ということで皆さんありがとうございました。はい、以上なりきりレポーターでした。ありがとうございました。番組ではメールを募集中です。はい、メールアドレスはあずえりアットマークセカンドショット .jp。 あずえりアットマークセカンドショット .jp。 普通歌含めてどしどし送ってください。はい、各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして今週分のあずえり R は水曜日24時からセカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。さらに有料会員になっていただくと過去のアーカイブやあずえり R 特別編が聞き放題見放題です。うん、皆様会員登録をよろしくお願いします。セカンドショット通販でアズエリアールの各グッズが販売中。番組支援の意味も含めて皆様ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それでは今回はここまでです。 お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。